変態王子とはなに猫バイバイバイ最終回のニューカモーダー筒隠し筒隠し小倉優衣です。変態王子です。変態王子と笑わない猫エマヌエラポルドルーラ役寺川愛美です。いいね、始まりましたエンデコラジオ。この番組はテレビアニメ変態王子と笑わない猫を応援していく番組ですが、なんと今回で最終回を迎えます。やだよ、クリスマス前なのに終わっちゃうの。全然めでたくないじゃん。そうだもん、だからこそちょっと早いクリスマスプレゼントとして、小倉サンタと寺川サンタがリスナーの変態さんたちに楽しいおしゃべりのプレゼントをしようよ。ゆいちゃんあれかな、かぶってる帽子はサンタの S ってことで。そうそうそう、そうね、なるほど。あいみんもそのなんかよくわかんない柄のメガネは、サンタっぽい感じ、サンタっぽい感じを、あ、なるほどね。はい、はい、ということで、ではでは、変猫ラジオ最終回始まるよ。この番組は変猫制作委員会の提供でお届けします。リスのチッチさんはパンプキン。変猫ラジオ、改めまして小倉優衣です。寺川愛美です。はい、それでは早速皆さんから届いているお便りを紹介していきましょう。はい、まずはナディオニャームネモさん、ありがとう。ありがとう。ゆうちゃん、あいみ、変なジンス？変なジンス。お二人は、ラジオ等でお名前を、ちゃん付けかニックネームで呼ぶことが多いですが、番組外や、地元の友達のことを、呼ぶときに、呼び捨てって呼ぶことってあるのでしょうか？おー、もしよかったら一度お互いを呼び捨てで呼び合ってみてください。なるほどね。だって、あるある、全然あるある。ほんと？友達にゆいって子がいるから、うん、ゆいって呼んでるよ。ほんと？うん、じゃあ呼んでみて。ゆい。おー、自然。うん、あいみ。あー、自然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 でも、あいみ、そうね、なんか、そうだね。私いつもね、ずっと友達にね、今までゆいちゃんって呼ばれてたの。なんか二文字って呼びづらいって言われて。ゆい？そう。でも高校に入ってから初めて、うん、すごい仲良くなった子たちに初めて呼び捨てで言われて、うんうんうん、すっごい嬉しかった。あら、じゃあこれからゆいって呼ぼうかな。ゆい途中からそう、でもね、大体の子はちゃん付けだな、やっぱ。ほんと、ゆいはそうなんだ。うん、そうだから、すごい仲いい子は、うん、ゆいでもいいかな。うん、そうなんだ。なるほどね。じゃあ次のお便り、ゆい読む？ラジオニャーム空気さんからです。ありがとう。ゆいちゃん、あいみん、変ラジス。変ラジス。12月になり寒くなってきましたね。うん、私の学校はもうすぐ冬休みに入ります。あら、まあ、冬休みに何をやろうか今計画を立てているところです。ゆいちゃんとあいみんは年末何か予定はありますか、教えてくださいということで。はい、年末ね。年末。年末でもイベントがあるから、うんうん、それをして、うん、年始もなんだかんだするから、うん、あいみはいつも実家に帰るの？実家ね、帰れたら帰るって感じかな。でも結構、その年内のうちにイベントがあって、関西に行くことが多いから、その度に帰ってるから、うんうん、特別ね、そう、帰らなくてもいいって感じ。なるほどね。ゆいちゃんは？私はちなみに今ね、計画を立てていることがあって、あ、うん、チャンリナさんとちょっと旅行に行こうっていう。楽しそう。でもほら、二人ともだと忙しいじゃない、いろいろと。だからなかなかね、スケジュールが合わないのですよ。そっか。こう、一泊二日でもね、ちょっとどっか行けたらいいねって話をしてる。いいね。そう。いいじゃん。私も旅行行きたいな。旅行行きたいよね。意外とね、年始ってお仕事休みのことが多いからさ。うんうん。だから、その辺がね、狙い目だよね。そうだよね。そう、9連休ぐらいやったんですよ。マジで？やば、うん、どこ行こう。スペイン行きたい。スペイン行こう。嘘。行ってらっしゃい。行ったら言うわ。次、ラジオニアム、世界が愛する変態さんかもしれないさんからいただきました。はじめまして、小倉さん、寺川さん。はじめまして。僕は声優を目指しています。なぜ僕が声優になりたいかというと、うん、かっこいいからです。声で自分を表現しているところがとても憧れます。あー、なるほど。お二人は声優になった理由など何かあるのでしょうか。あれば聞いてみたいです。10代です。10代か、うん、まだ夢がいっぱいだね。うん、なるほど。なれるよ。
どう、あゆみさんは。私、うん、私はね、きっかけ、声優さんって今何でもするじゃない、うん、こう歌ったり、踊ったり、うん、そうだね。声のお仕事とか、いろいろやるじゃん。うん。それ楽しそうだなって思って。あ、そっか、いろんな自分が試せるみたいな。うん、そう。なるほどね。うん、ゆっちゃんは？私は意外に深いのよ。深いの？そう。最初はね、あれだったの、声がまず、コンプレックスだったのよ、私。ああ、特徴的だもんね。そう、特徴的で、ずっとこの声でね、うん、こう周りから非難をされ続けてきたから、すごいね、嫌だったの、自分の声が。だからわざとちっちゃい時は声を変えたりとかして、すごいコンプレックスだったんだけど、そう、逆にそれがこう、いいから、その声を活かしてみたらってこう言われたんだけど、うん、最初は、うん。でもすごい最初はやっぱり嫌で、うん、その自分の声がね、うんうんうん。だから本当にダメだったんだけどね、最初はもう。うんうんうん、でも、その最初に、その声仕事とかした時に、うん、初めてその自分の声で、うん、なんだろう、共感というか、初めてこう、今まではこう避けられたものが、すごい受け入れてもらえたから、うん、それがすっごい嬉しくて。そうだよね。そう。びっくりしちゃって、うん、こんな私の声でも活かせる場所があったんだと思って、そう。それでね、楽しくなりましたね。素敵なお話だね。いやいや、だからね、もしかしたらいるかもしれないからね。そうだね。声にコンプレックスを持っている人も。確かに。私も低い声がね、割とね、嫌だったの。男の子みたいみたいな感じで言われてて。うん、そういうのがね、活かせる場がありますからね、ちゃんと。うん、大事ですよ。頑張ってくださいね、うん。じゃあ次です。ラジオニアム、エンドウマメさんからいただきました。ありがとう。ゆいちゃん、あいみん、変なジス。変なジス。変猫ブルーレイ最終巻まで買いそれました。ありがとう。ありがとう。どの巻も素晴らしい特典満載でしたが、特に第6巻の特典映像、孤独なグルメは、斬新な企画でかなり楽しんで見れました。公式サイトで特典映像のタイトルを知ってはいましたが、あの作品をまさかここまで再現してくれた思いませんでした。あんなによく食べるゆいちゃんを見れる機会はそうそうないでしょうし、う、ね、見かけによらず大食いという月子の設定があってこその企画だったと思うので、うん、貴重な映像だったと思います、うん、ロースやハラミを食べながら本当に美味しそうな表情をしていたのが印象的でした。個人的にはジンジャーエールを一口飲んだ時の表情が可愛くてツボでした。どのメニューが一番美味しかったですか？また撮影時の裏話とかあればぜひ聞かせてほしいです。ありがとうございます。うん、これね、うん、焼肉食べたの？焼肉食べたの。ずっと食べたの。ずっと食べたのね。これでも、そうね、とにかくね、うん、なんだろうな、裏話か。あんまりないな。あのまんまです。あのまんま。あのまんまひたすら食べ続けただけだよ。そうなんだ、うん。え、どうやって終わったの？どうやって始まって。あのまんま始まって、カット通りに撮っていって、うん、そう、でもね、なんか一番辛かったのは、うん、こう、私はずっと食べてるんだけど、うん、こう、スタッフさんたちが、ずっとお腹すかした顔して私を見つめるって絵が一番ね、辛かった。本当だね。そう。そうだよね。食べさせてあげたいけど。そうなんだよ。そうだよね。で、終わってからちゃんとね、全部撮り終わってから、乾杯ってみんな、そう、見守ってた方々みんな嬉しそうに食べてたんだけど。待ってましたみたいな。そう、その時に私もお腹いっぱいだから、あ、お疲れ様でーす。飲み物だけ食べてみたいな。そうか。そう、でも楽しかったよ。楽しそう。でも今度は私ね、あれやりたいんだ。なになに？みんなで、こう、変猫のメンバーもみんな集めて、帰れまてん。あ、いいね。いいでしょ？やりたい。あのメニューを当てるやつでしょ？そう、なんか。いいね。やりたい。そう、ずっと言ってるんだ、これ。うん。まあ、でもね、あれ予想以上に辛いらしいから。そうなんだ。そう、気軽に言ってるとね、やばいことになるから。覚悟してね、行かないと。覚悟して、ね。次の日みんな仕事ない日だよ。そうだね。はい、次のラストです。はい、ラスト。続いてはラジオニアム赤猫さんからです。ありがとうございます。皆さん、変ラジス。変ラジス。第41回の放送を聞いて、変猫ラジオが12月いっぱいで終了してしまうという辛い事実を突きつけられました。うん、来年から僕は何を楽しみにして過ごしていけばいいのでしょうか。うん、始まりがあるものには終わりが必ずやってくるとはよく言いますが、うん、非常に残念です。うん、また近いうちに再開されることを祈っています。せやな。うん、この変猫ラジオをずっと担当されてきた感想や変猫という作品に関われた感想をぜひぜひあゆみさん、ゆいちゃん、お聞かせください。ああ、変猫の2期とラジオ、変猫ラジオの再開を心から祈っています。お疲れ様でした。あら、まあ、ありがとう。本当にありがとう。うん、そうね。最終回、うん、そうなんですよね。ずっとやってきてね。そうね。どうでした？うん、ラジオも、うん、楽しかったな。
軽いな。10ヶ月だって。そんなに。10ヶ月記念よ。おめでとう。なんでこんなあれなんだろう。いやでもゆいちゃんがね、ゆいちゃんとねラジオやれてよかったな。そうだね、うん、なんか新しいこう魅力に気づけた。あいみんの私の、うん、あらそう。なんかね、あいみんはもっとね、うん、なんだろう、なんだろう、こんなに気軽に話せないと思ってた。あー、こんなに楽しくおしゃべりできないと思ってた。クールな感じだと思ってた。そう。あら、だからね、うん、新しいお友達ができて嬉しかった。私も嬉しい。なんかねえ、こっぱつかしいわね、こんなのね、うん、あとはなんだろう、うん、寂しいね、全然時間がないですよ、ね、今やっぱ変猫のアフレコも楽しかったし、そうそう、イベントも全部楽しかったから、うん、本当にね、またやりたいね、うん、またやりたいね、2期あればいいね。そう、本当ね、この現場があったかいね、全部変猫の現場は、うんうんうん、スタッフさんも含め、毎回収録のたびにおやつがあったから、うん、それをね、食べれなくなるのも寂しいかな。本当だね。そうだね、うんうん、信じられないですよ、信じられないよ、本当に。私たちも心から祈っております、うん、再会を、うんうん、そうだ、頑張りましょう。さあ、ということで皆さん、本当に本当にたくさんお便りありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲をお届けしましょう、うん、変態王子と笑わない猫ブルーレイ第6巻特装版の特典 CD にも収録されます。変猫ラジオのテーマソング、月子アンダイミで変猫ラジオです。変態さんとパンプキン、これを聞かなきゃ始まらない。お疲れもへこたれも全員パワーアップ。うかんさんおめでとう。それじゃしょうがないよね。気にしなくて本当はリピートマストで変態と略して変ポだ。溜めたくなメモリ溜まっちゃう。あなたに笑ってほしいの。クリピーさんは変態さんですね。変猫ラジオ。今夜のムーントランプルーム、ラストナイト。ここはムーントランプルーム。ムーントランプの第一人者ムーン小倉があなたの運勢をなんとなく占ってくれる素敵なお時間。今夜は最後の夜、ラストナイトということで、本編に繰り上がってきてくれました。ご紹介しましょう、ムーン小倉さんです。どうもー、ムーン小倉でーす。そしたら、そう私の弟子も紹介しますね。イタリテラカワ。はい、僕イタリテラカワだよ。よろしくやろー。今夜はどうもこんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。弟子と師匠のね、こんばんは、夢の共演で二人がかりで占っていきますよ。ラストダンスっちゅうやつやな、これな。うんうんうん、イエーイ。では今回占われるリスナーを決めましょう。決めよう、決めよう、決めよう、ほら決めよう。これじゃ、はよ引いて、はよ引いて。こいつはラジオにはもう空気さんじゃな。うん、空気さん。いや、いや、空気。まず最初はいつのカードを、うん、引きますね。あ、引いて、引いてんか。はい。自分の誕生日に。自分の誕生日に。じゃあワイがどこでのカード引くで。はい。大好きな人の実家で。続いてダンスヌ。テレビアニメ変猫2期がスタートするようにお願いしまくる。あー、うん、これな。カードは誰？カード送ってくれた人はね、はラジオニャムモケポンポンさんと、うん、ゴールの人とハップンさん、うん、
なるほど。これ結構なんか、丸なシチュエーションやで、これ。どうすんのこれ。ワイがやるのこれ。イタリーがやるのこれ。これは。やってもらうのこれいいの若いやつが、頑張っていけ。あ、言ってもってええのこれ。あ、じゃ、じゃあね、これね。今週、空気さんは、自分の誕生日に大好きな人の実家で、テレビアニメ変な人気がスタートするように願いまくるっていうことやけど。そうやけね。そうやけど、これ自分の誕生日に大好きな人の実家行くっちゅうの、これなんかかなりなんか、これ、そう。まれやで。そうよ。よくわかってるね。まれなんだよ、これ。まれやで、これ。うん。どうしちゃうのこれ。どうしちゃうのこれ、かなり余計のいるっていうことやな。そう。結婚申し込みに行きながら。申し込みに行きながら。変な子に気を祈る。じゃ、どういうことやろな、これが。これは、だからあれよ。わかったね、これ。わかった、わかった、わかった。願いは叶う？これはね、わかった。一世一代の、チャンス。一世一代の時に、大事な、とてもタイミングのいい時に、変猫人気がスタートする。あー、綺麗にまとめたね。これとてもいいよ。ブラボー。いいこと出てるよ、これ。ブラボー、テラカワ。とても大ヒット、2期始めても大ヒット、間違いなしや。君はもう、師匠になっていいよ。イエーイ。これだから、じゃあ次、ニキのラジオティブ僕が、占いやろうっていうことやな、これな。それはどうかな。じゃ、空気ちゃん、僕たちの占い結果、マジでコンビ名に挟む程度にしてくださいね、マジで。を使い、私たち2人の心の中に潜む変態っぽいところをどんどん暴いていこうというコーナーなんですが、私たち、たくさん変歩が溜まっているということで、このコーナーも最後ということで、最後に何をするのかと言いますと、恥ずかしいプレイのお時間です。そうなんですよね、うん、変態っぽい心理テストのお時間ですのコーナーは、まあね、恥ずかしいプレイで締めますよ。ねえ、一体何をするのかというとですね、皆さん、変猫ラジオでお世話になりました。てわけで、ヤバ服を着て、オリジナルお菓子を配り歩く。はあ、そう、実はね、私たちね、ちょっとオープニングから、あれなんですよ、テンションおかしかったと思いません？今聞いてる皆さん。ねえ、おかしかったと思うでしょ？そう、最初から私がね、いろいろ噛んじゃうし、そう、実は私たち二人ね、オープニングからずっとヤバ服を着用して収録を行ってたんですよ。そうなんですよ。しかも、私たちが用意してないのよ、そう。自分のものじゃないの。そう、今回着てるヤバ服は、第1回ヤバ服コンテストのチャンピオン、このラジオの構成作家さんによるスタイリングでございます。すごいよ。すごい。名スタイリングだよ、これ。もうね、仕事来ちゃう。瞑想の名ね。瞑想の名ね。もうね、すごい。アイミンがね、キューティーで、私がスポーティーなんですけど、もうね、アイミーはもう何て言ったらいいか分かんないけど、可愛い可愛い、キューティー？キューティーではないけど、ね、どの辺に？たまに電車にいる。あ、本当？マジ？なんかね、言葉じゃ説明できないけど、とりあえず、しましまのピンクと白と、水色と黄緑が混じったしましまのボーダーのなんか長いカーディガンの下に。なんかサインみたいな、よくわかんない生き物の T シャツの上に、トマト柄のワンピースを着て、その上からさらに、なんか星のなんかいろんな色のベルト巻いて、そうそうそう。なんか下には、なんか白と緑の、スパッツ？もう頭がパニック。まあでも一個一個見たら、まあ確かにキューティー。そう、一個一個見たらキューティー。一個一個ちゃんと着れば着れそうなんだけどね。そうなんだよね。まあこんな感じですけど、ゆいちゃんはスポーティーってことで、なんかね、球場にいそう。球場にいそう。野球観戦してそう。ほんと？帽子がちょっと浮いてる感じがいいでしょ。そう、なんかね、キッズダンサーみたいな。そうそうそう。ほんといそうだよ
ね。シマウマの T シャツとシマウマのタンクトップを重ね着してるんだね。そう、シマウマの大逆走です、うん、ね、うん、なんか全国のシマウマがゆいちゃんに集まってきたみたいな、集結しちゃったみたいな、ね、うん、それベルトでまとめて、そうそう、チェックのベルトで、そうそう、なんかスポーティーななんかズボン、そう、シャカシャカシャカパン、シャカパンですあとなんか S って書いてるキャップを、そう、スポーティーの S、なんかでもスポーティーっぽいでしょ、うん、うん、まあそんな感じでね、スポーティーでね、ねえ、さすがですね。そしてですね、オリジナルお菓子を配り歩くってことですけど、このオリジナルお菓子とは何かと言いますと、こちら、この間のヤバワングランプリで私たちが着てきた服が印刷されたチロルチョコですやばい、これくっそ、これはなんか、あ、しかも見て、ちゃんと書いてある、ヤバ服2013夏って書いてある、嘘、これほら、すごいすごいね、こんなのあるんだ今、チロルチョコ、すごいね、なんか特注だったよ、3種類あるよ、マジか、うん、いやこちらはね、きついなこれな、配りたいと思います、そうね、感謝の気持ちを込めてね、そうだね、じゃあ早速スタジオも飛び出してヤバ服でお世話になった皆さんにね、お菓子を配り歩きますかねはい、はい、皆さんお疲れ様です、いやいや、お疲れ様です、いや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 、なんかね、どうもいつもお世話になっております、ね、はい、無事にヘンネコラジオ最終回迎えましたけれどもね、よかったら、あ、じゃあ、ちょっと感謝のお菓子を、ありがとうございます、はい、こちら、あの、私たちの、チロルチョコなんですけども、写真入りのチロルチョコです、はい、どうぞ、ね、せっかくなんで、ほら、いろいろ質問をね、あ、そうですね、されてみてくださいね、そうですよね、あ、小倉と寺川どっちが好きですか、じゃあ小倉さんでちょっと待ってください、じゃあチロルチョコ返してもらっていいですか、ね、ちょっとね、ちょっとね、小倉と寺川どっちが好きですか、じゃあ寺川さん、 ありがとうございます、じゃあね、2個あげます、2個はい、ちなみにですね、皆さんに聞きたいんですけれども、うん、今日の今の小倉と寺川は、どっちが可愛いですか、じゃあまずゆいちゃんが可愛いと思う人、え、ゼロでしょ、ゼロ、待って可愛いよ、いや、まあ私もゼロっていう可能性もある、あー、なるほどねじゃあ寺川の方が可愛いと思う人、あ、え、4人、あー、嘘満場一致でキューティー、そっか、キューティーエニスポーティーは勝てなかったかそうだよね、こんなね、シマウマが集結してきても困るよねはい、可愛いっていうかね、まあ、かっこいいというのがね、そうね、そう、そして実はもう一つ素敵なお菓子がありまして、なになに、これ聞いてないね、ね、聞いてないね、え、スタジオに戻ります、どうかな、なになに、なんだ、なんだろうな、お、わー、バースデーケーキです、わー、おめでとう、嬉しい、しかも超でっかい、おっきい、食パンサイズぐらいある一斤ぐらいあるね、すごい、おめでとう、アイミー、嬉しい、ちょっと早めの、そうだね、プレゼント、じゃあふーってこう、いいですか、ふーって、うん、わーい、わーい、嬉しい、ね、おめでとう、ありがとう、何歳になるの、2歳、2歳か、かわいい、2歳になるの、今年は何ができるようになるか、私はね、なんかね、あのね、そっか、そうだな、頑張ってね、頑張るな大丈夫か、頑張るな、いやー、ということで本当におめでとうございます、あゆみさん、よかったです、お祝いできて、よかった、最終回に、でもこんな格好それすごい、パーティーナイトだからしょうがない、大事な時にこんな格好で、まあね、嬉しい、でも、うん、よかったです、ほんとおめでとう、はい、1年にしてね、はい、というわけでですね、最後の恥ずかしいプレイのお時間終了、いやー、うん、あのね、皆さんの目が忘れられない、うんうん、忘れられないね、うん、私が一番忘れられないのは、うん、まさかのアイミンが全員一致でね手を挙げたことがびっくり、ね、でもまあキューティーがあれだから、本当に私の方まだマシだと思うんだけどないや、マシっちゃマシだけど、可愛いかって聞かれたら、本当かっこいい方じゃない、どっちかっていうと、え、可愛いじゃんこのちょっとなんかね、可愛、ね、いよ、シマウマ祭り、まあ、言っちゃえばどっちも可愛くないんだけどねどっちかっていうとみたいなあれだよね、まあ、ということでこのコーナー宛てにたくさんの変態心理テストメールありがとうございました、結果私たち2人とも変態さんだと分かりました、
ということで以上、変態っぽい心理テストのお時間ですでした。それではここでお知らせです。まずは原作情報。原作小説変態王子と笑わない猫は現在7巻まで好評発売中。ぜひ手に取ってみてください。次はブルーレイ& DVD 情報。変態王子と笑わない猫のブルーレイ& DVD 全6巻が好評発売中です。ブルーレイは特装版と豪華特典付き特装版妄想パックの2種類があります。ぜひよろしくお願いいたします。続いてゲーム情報。プレイステーションポータブル用ゲームソフト変態王子と笑わない猫が発売中です。次は CD 情報。田村ゆかりさんが歌うテレビアニメ変態王子と笑わない猫オープニングテーマファンタスティックフューチャーと小倉ゆいちゃんが歌うエンディングテーマベイビースイートベリーラブが発売中です。そして私小倉ゆいと変猫であずきあずさ役としても出演している石原かおりちゃんとのユニットゆいかおりのセカンドアルバムマニーが好評発売中です。はい、そして私あゆみのファーストフルアルバムラブも発売中です。よろしくお願いします。最後はグッズ情報。変猫ラジオの人気グッズシリーズ変態さんですね T シャツの第2弾と変態さんですねのスポーツタオルがそれぞれラジオ大阪さんのオンライン通販で発売中です。V ステーション公式ショップで検索してみてください。さらに9月8日に開催された猫神祭のグッズが現在通販中です。猫神祭のグッズの他にコミックマーケットで販売されたグッズも一部再販されています。公式ホームページから特設サイトに飛べるのでこちらもぜひぜひチェックしてください。なお販売期間は2014年の1月31日までになっていますのでよろしくお願いします。その他の情報は変猫 .jp で随時お届けしていきます。以上お知らせでした。チュッコさんはパンプキン。変猫ラジオ。変猫ラジオ最終回、そろそろ別れの時間です。はい、いやもうねあっという間でしたけれども、ほんとね燃え尽きたよ。燃え尽きた、ほんと最後の最後でちょっと疲れちゃったね。いろいろありすぎてもうね。うん、でもほんとね、おめでとう、アイミン。ありがとう。こんな格好で言うのもあれだけど。おめでとう。そうだね、うん、ありがとう、うん、本当にこれからも頑張るよ、うん、そうね、またきっとできるよね、うん、そしてね、なんとね、うん、悲しいだけじゃない、うん、嬉しいお知らせがなんとあらあるそうですよ。なんと、うん、レギュラーの変猫ラジオは最終回ですが、うん、まだラジオ CD が発売されます。嬉しいということで、うん、こちらはね変猫ラジオ DJ CD その2、うん、発売日はなんと2014年1月29日水曜日。あら、ということでこちらゲストに副部長役の高倉由香さんをお招きしちゃうということで、わーい、いいね、楽しみですね。めでたいね、うん、ジャケットは今回もアニメスタッフ書き下ろしのイラストになっております。響き EC ショップや全国のアニメ CD 取扱店で取り扱いをしますのでお楽しみにということですね。まだ完全に終わりってことじゃないんだね、よかった、よかった楽しんでいきましょう、はい、ま、皆さん、うん、うん、ということでまたラジオの CD の中でもお会いしましょう。よろしくお願いいたします。それではまたいつかどこかで。お相手は膣隠し月花役小倉ゆいとえみ役寺川あゆみでした。バイバーイ。この番組は変猫制作委員会の提供でお届けしました。